それではスターティングメンバーを予想フォーメーションとともにご紹介しましょう。まずはホームチーム SC 相模原は 4-4-2 のフォーメーション、ゴールキーパーは囲い、最終ラインは右から石田、藤原、水本、今日は左に福島が入りました。2列目右に持ち井が入っています。中盤の底川上、そして田中、左には松橋が入ります。トップは浮田と今日は佐藤が入っています。続きましてアウェイチームテゲバジアの宮崎 4-3-3 のフォーメーションで、先ほどコイントスを行ってましたキャプテンの大健治、最終ラインキャプテンが負傷から戻ってきました。ゴールキーパーは上田、最終ラインは右から青山、神野、大、そして新保です。アンカーの位置に千部、そして校長下沢、左に徳永です。前線に園田、そして工藤、左に今日は北村が入りました。控えのメンバーはご覧の通りです。さあ風に乗って左足なのでボールに近づいていくようなボール、先ほどは中央に高いボールで行きましたが壁は2枚、低いボールできた、これがスルスルっと抜けていくチャンスになるか、ヘディング、これは囲い健太郎枠に行っていました。頭を抱える園田、最前線を見ています大健治、工藤を狙ったところか、思いのほかボールが伸びません。ボランチの千部から前線、おっと抜けたか、少しボールがずれた、打てるか下沢、すでに北村のシュートでした。上がってきている徳永です。持ち運ぶ、さあ前を向いてシュート、ー枠に行っていました。ダイビングしてキャッチは囲い健太郎、園田がクロス跳ね返していきます。中に入れる、押し込めるか、シュート決まった、先取点は宮崎、押し込みました工藤正人、収まったボール、徳永と交錯しました、いつでも交錯しましたが、ひらりとかわすように青山からのクロス、難しいボールになりましたが見事。そして藤沼はこちらも左の前線、松橋に変えての投入と、田中、藤本、収めたい藤沼、シュート、藤沼拓夢です。まあ、セットプレーでもその藤本の左足、大きな得点源です。シュート狙った、決まった、見事なゴール、藤沼拓夢の復活だ、大きな雄たけびを上げました藤沼、見せました、変わって入った藤沼拓夢、そして相模原追撃の下ろしを上げました。ご覧ください、縦回転ドライブがかかっていました。追い風を背中に受けて大胆に狙ったこのゴール、相模原気温スタジアム大きく沸きました。ダイナミックなこのゴラッソ、追いつきましたホームチーム、激しくいった水本、戻っています。前線船山折り返せるか、なんか藤沼ボレーシュート決まった、藤沼拓夢、またも突き刺していきました相模原、逆転、この男が帰ってきました、見事なボレーシュート決めてみせました。石田からのこの見事なスルーパスに抜け出した代わって入った船山、右足のクロスをボレーシュート、見事にゴール隅に決めてみせました。中を見ずに出たボール、見事なクロスに見事なボレー、豪
快なプレーになりました。86分逆転劇です。ここで長いホイッスルです。ホーム SC 相模原見事な逆転勝利。立役者は後半投入の29番ストライカー新加入藤沼拓夢の2発でした。